スレイクゴーラー。おやーおやー、くるくる回ってるなー。いけー。あ、なんかパーツ取れてる。あ、ほんとだ。やばいやばい。はい、こんにちは。まーちゃんのまーはです。はい、ということで今日はブレイクゴーガの動画なんですけれども、このサイクロンホークっていうマシンね、これに対して改造をこの前やってなかったんで、今回ですねこれを改造していきたいなと思います。僕はスラッシュパンザーとトルネードファンゴを半分半分にしたマシンにします。あ、オッケー。じゃあパパがこのゴーガカスタムシリーズの3つこれを使って戦いますね。はい、じゃあまずはこちらでね、サイクロンホークにデュエルホークをつけてますね。うん、はい、こういうね、くるくる回転だったから、ね、まあちょっとパワーアップ版って感じだね。そうだ ね、はい、いい感じになったのね。ブレイクゴーガー、はい、ブレイクゴーガー、あー、見たかよ。おー、戻った。やばいやばい、ということでサイクロンホークにデュエルホークの勝ちかな。そうだね、2対1だね。はい、続いてこちらだね、サイクロンホークにストライクバイデンをつけました。はい、前も後ろもねこう尖ったやつだからね、うん、これうまく絡めるかちょっと心配。そうだね。ブレイクゴーガということで今回の勝負はエイシン君の勝ちだね。スラッシュパンザーとトルネードファンゴ混ぜたやつの勝ち。はい、続いてリフトホッパーを装着してみました。おー、リフトホッパーはスラッシュパンザーと結構似てるんだけど、この
範囲が狭いんだよね、これが。そうだね。だからちょっと持ち上げるの難しいかもしれない、うん、ブレイクということで、今回もエイシン君の方の勝ちだね、うん、はあ、疲れた、うるさい、はあ、でもなんとなく分かったのが、こう下から持ち上げるタイプ、うん、はね、勝つの難しいよ。そうだよね、やっぱね、こういうのやつ、こういうので回す、引っ掛けてくるっと回す、うん、トルネードファングのこの先もそうじゃん、うん、引っ掛けてこう回すタイプ、うん、これが強いよね。そうだよね、なんとなく後ろ側はこういうのあんじゃんね。ああ、後ろ側ね。そうだ、後ろ側もこういうのが出てきたらこれ相当強くなるんじゃないかな。そうだよね、うん、こういうので固めたらね、こういう横にもつけたいもんだって。ああ、それ面白そうだね。ねえ、だからこれ、この黄色いのをこう2つつけたりとか。黄色いの2つ装備。そうそうそう、やってみたいよね、うん、はい、ということで疲れたね、うん、ああ、叫び疲れた。そうだね。もし今日の動画が良かったなと思った方は、この時点で高評価お願いします。ということで、今日のマーティ君ご覧ください、はい、今日のマーティ君見てみようか。えい、出た。あ、嬉しいね、嬉しいね。マーティ一人だったからね、お家でね、寂しかった。そうかそうか、そうかそうかそうか、甘えちゃってね。はいはい、はいよ、はいよ、はいよ。ほて、おかわり。あー、できたできた。あー、えらいえらい。あー、えらいね。ずいぶんできるようになりましたね。えらいね。うわー、そうですか。あー。甘えちゃんだな、おめえはよ。そう、そうかい、そうかい。甘えちゃんですね。そうだね。
はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネルと、あくびした、それとチャンネル登録はこの辺りをよろしくね。ということで今回以上でございます。バイバーイ、マーティックもバイバーイ、バイバーイ。かわいいの。